今、日本では自治体の保健所が、主体となって、猫などの殺処分を行っている。各自治体の対応も異なるが、犬、猫、殺処分ゼロ、への道は基本的に以下の2原則である。犬猫の引き取りを、規制する。引き取った犬猫は、新しい飼い主への譲渡をする。もちろん、保健所にペットを持ち込む飼い主は、後を絶たないのだが、それでも全国的に殺処分数が減り、譲渡数が増えている傾向だ。だが問題は、一般の飼い主ではない、動物を、使って、生計を立てる業者だ。引き取り屋が商品価値がなくなった犬を有料で処分。平成24年に動物愛護管理法が改正され、自治体はブリーダー、繁殖業者やペットショップ、生態小売業者など動物取扱業者からの引き取りを拒否できるようになった。業者の世界はどこもその実態は一般の人たちには見えにくく、長年当たり前になっていること、あるいは新しい隙間産業が5万とある。犬の処分についてもそうだ。業者はビジネスであるがゆえにお金にならなくなった犬は処分する。綺麗事は通用しない。これは日本のペット業界の通例だ。処分にかけるコストは少ない方がいい。良心的なショップは値段を下げて原価割れしてでも売り切る努力をする。ブリーダーしかり、商品価値はなくなっても里子として引き取り手を探すこともある。一方、悪質な業者は内々で売れ残った犬を処分する。スタッフの手で冷凍しさせるとか、川へ流すとか、野山へ遺棄するとか、お金をかけずに速やかに処分する方法は様々だ。これは法律違反であり、もちろんこんな業者はほんの一部だが皆無ではない。大半は処分料を払って業者に引き取ってもらう。手間暇かからず販売や繁殖などの本業に専念できる。以前は保健所へ持ち込めば安価で済んだが、平成24年以降保健所の規制が厳しくなり、今はもっぱら引き取り業者、通称引き取り屋に頼るしかない。商品価値がなく業界では不要とされる犬の処分を有料で引き受ける引き取り屋は、こうした背景から近年ニーズが高まった殺処分ゼロ政策の反動として引き取り屋が横行したといえる。問題は引き取り屋に引き取られた犬猫のその後である。稼ぎにするため転売されればまだいいだろう。だが現実は多くの犬が見殺しにされている。動物愛護管理法により業者は修正しようの確保を図ることが義務付けられ、引き取り屋も容易に処分はできない。だから最低限のコストで殺さないという飼育だ。まとまったお金で引き受けた犬たちを人里離れた場所で大量にただ保管しているだけの引き取り屋は少なくない。暑さ寒さの厳しいプレハブ小屋に上にも横にもびっしりとケージを並べ、犬を詰め込んでいる。散歩は行かず、健康管理もしない。水と少量のペットフードを配るだけ。犬たちの末路は暴死や衰弱死だ。そうなれば生ゴミとして合法的に処分できる。そもそも隙間産業の水物商売だから破綻する引き取り屋ももちろんいる。殺さないだけの飼育すら立ち行かなくなり、大量遺棄したのが栃木、佐賀、山梨、群馬と近年から相次いだ犬の大量遺棄事件だ。環境省は動物の愛護管理のあり方検討会を開催してこの問題に取り組んでいる。ただし現状回避ではなく、日本のペット産業の構図にメスを入れる話し合いを持たなければ、引き取り屋に次ぐ第二の儲けビジネスが生まれるだけだ。